建設系廃棄物適正処理セミナーは令和2年度から開催しており本年度で3回目を迎えます三重県内で発生している不法投棄の大部分は建物解体に伴って生じる建設系廃棄物であることから当家が主催して解体工事に関係する法令の説明などを行っていますこの資料では、 放投機の現状と廃棄物処理法違反についてとして、三重県内における廃棄物の放投機の発生状況や、廃棄物処理法違反により行政処分に至った事例などを紹介します。全国の放投機の状況を環境省が集計しており、令和2年度までの集計結果が公表されています。 まずはこの集計結果をもとに資料の6ページまで不法投棄の実態について説明をしていきます図1は公表されている数値を年度ごとに取りまとめたもので青い折れ線グラフが全国で発生した1件当たり10トンを超える量の不法投棄事案の件数またオレンジの棒グラフは 不法投棄量を表しています。令和2年度には、全国で10トンを超える不法投棄事案が139件発生し、その総量が5万1000トンであったことがわかります。不法投棄件数及び投棄量ともに減少傾向となっていることがわかります。なお、 廃棄物の監視等の業務に従事する職員数は年々増加しており、監視体制が強化されていることがわかります。環境省が集計した際の三重県の数値を取り出したものが図2となります。県内の封筒期については、平成15年度の27県からは減少しているものの、赤枠で囲ってあります 平成27年度以降は10件前後の放投機が継続して発生している状況です。この間の全国の放投機件数がおおむね150件前後ですので、県内の放投機が減っていない状況がわかると思います。なお、近年は10トン以下の放投器を含めますと、県内で年間40件から50件、 量にして千トン前後が不法投棄されている状況です図3は令和2年度の不法投棄件数をベースに廃棄物の種類ごとに分類し整理したものです全国で発生した139件、三重県で発生した8件の不法投棄事案の内訳となります 着色した部分は建物などの解体に伴って発生する建設系廃棄物となっていて全国では139件中98件約70%県内では8件中8件すべての事案が建設系廃棄物の放投期となっていますなお県内の放投期の実態として 種々の廃棄物が混在した状態、いわゆる解体民地の登記が未だ多く確認されています。図4は、令和2年度の不法登記量をベースに、廃棄物の種類ごとに分類し整理したものです。全国5万1千トンの登記量のうち、 74%がが建設系廃棄物であることがわかります図3図4で全国および県内における廃棄物の種類別の集計結果を示しましたが建設系廃棄物が不法投棄の大部分を占めている状況は全国共通の問題となっています。 環境省公表資料の最後になります。図5は、令和2年度の不法投棄件数をベースに、不法投棄の後遺者を分類し整理したものです。最近の傾向としては、排出事業者が多くを占めているということがわかります。排出事業者とは、廃棄物処理法上処理責任を有する方のことです。 先ほど、不法投棄の多くは建設系廃棄物であることを示しましたが、この建設系廃棄物の場合、排出事業者となるのは、注文者から直接建設工事を受け負った元請け業者です。実際の建設工事、解体工事が、下請負人など別の事業者により行われた場合であっても、排出事業者は あくまで元受け業者となります。県内では、元受け業者の排出事業者責任が規白であることや、下請け負い人等の管理が十分ではないため発生した不法投棄事案が多く確認されています。ここまで、不法投棄は全国的には減少傾向にはあるものの、県内では依然として後を立たない状況であること、 同期件数及び量ともに建設系廃棄物が大部分を占めていることを説明しました。こうした背景があり、三重県では監視指導の強化や研修会の開催など建設系廃棄物対策に重点的に取り組んでいるところです。次に7ページから10ページにかけて、三重県に寄せられる通報や 浮上内容から、廃棄物処理法違反事例についいててお話をしていきます。図6は、令和3年度に三重県に寄せられた通報等を内容ごとに分類したものです。通報で最も多いのが不法投棄に関するものです。例えば、解体工事現場で穴を掘って埋めているところを見たとか、 山の中に廃棄物が捨てられている、などです。通報件数のうち、約半数が不法投棄に関するものとなっています。次に多いのが、野外焼却、いわゆる野焼きです。隣の敷地で廃棄物を燃やしている、匂いがひどい、などの内容となっています。あと多いのが、不適正処理という分類です。 不適正処理とは廃棄物の保管が基準に合っていない運搬の方法が適切ではないなど廃棄物処理法の基準に適合していない行為をまとめて分類したものです不適正処理に分類される通報で一番多いのが廃棄物の保管に関するものです資材置き場に廃棄物が置いてある 長い間廃棄物が置いてあるのが良いのか、などの内容です。まとめますと、通報等で一番多いのが不法投棄、その次が野外焼却となります。廃棄物処理法の目的は、生活環境の保全、公衆衛生の向上を図ることです。通報のある行為の多くは、明確な 違反行為も多く周辺の生活環境に影響を与えるものです10ページまでのスライドでこの不法投棄野外焼却不適正処理のうち事業上の外での保管について詳しく述べていきます 8ページの事例は、廃棄物処理法違反として行政処分等に至った事案です。写真1は、建設系廃棄物が第三者の管理する土地に不法投棄された事案のものです。この事案では、県外の解体工事で発生した建設系廃棄物が、県内に持ち込まれ投棄されました。 解体工事の元受け業者が、ブローカー、もちろん廃棄物処理法上の許可を持っていませんに処理を委託したことが不法投棄につながったことが調査の結果わかりました。現在も元受け業者や行為者に対して撤去指導を行っています。廃棄物処理法の原則である、排出事業者責任が全く果たされておらず、ブローカーや 当期行為者はもちろんのこと、元受け業者の責任が大きい事案です。写真2は、県内の解体業者、県、収集運搬業者が関与した事案です。下請けを委任として実施した解体工事で発生した建設系廃棄物を、自らの管理地で焼却したものです。この行為により、 収集運搬業許可に対する強制処分を行いました。これも、行為者の行為は言うまでもなく、元受け業者の責任が果たされておらず、不適正な廃棄物処理が行われた事案となります。なお、このような不適正処理事案に対しては、警察とも連携して対応しております。 このページでは、不法投棄、野外焼却についで通報の多い不適正処理について説明します。特に、廃棄物が保管されているとの通報が多いので、廃棄物を保管する際の注意点を述べていきます。写真3は、公共工事で発生した事案です。廃棄物を発生した工事現場から、一旦、 工事現場の外に運び出し、し保管していた事事案です。事業場の外に廃棄物を運び出す行為は廃棄物の運搬にあたりますので第三者にこの運搬を委託するのであれば収集運搬業の許可を有する者に委託する必要があります廃棄物の運搬を無許可業者に委託すれば元受け業者は 委託基準違反という廃棄物処理法違反となります。青枠の中に事業場の外で廃棄物を保管する場合の注意点をまとめてあります。一つ目と二つ目は、先ほど述べた通り、発生場所の外に廃棄物を運び出す行為は廃棄物の運搬行為になることを記載しています。三つ目ですが、 例えば解体工事に下請負人として参加し生じた廃棄物を運搬するのであれば収集運搬業の許可が必要であることを述べています自らが解体した場合であっても元請け業者の廃棄物ですので許,許可を持たないまま受託した場合受託した者の違反行為となります 4つ目の保管場所の届出に関してですが元受け業者が事業場の外で自らの廃棄物を保管する場合場合によっては事前に届け出を行う必要があります。これはあくまで自らの廃棄物を自らが保管する場合です。第三者による保管が可能なのは積み替え保管の許可を有する収集運搬業者が行う場合に限られます。 自ら保管する場合の届出について次のページで詳しく説明します事業場の外で廃棄物を保管する際の規定が廃棄物処理法と三重県の条例にあります廃棄物処理法では建設工事に伴い生じる産業廃棄物を300平方メートル以上の場所に保管する場合に 事前に県に県届け出るこ,とを求めていますこの300平方メートルとは現に産業廃棄物を保管する場所の面積のことです三重県内に保管場所を設ける場合は県条例の規定がありますのでこの点にも注意してください県条例では産業廃棄物を 100平方メートル以上の場所で保管する場合の届出を求めています。例えば、建設系廃棄物を面積250平方メートルの場所で保管する場合は、県条例に基づく届出が必要になります。これらの届出はいずれも事前の届出となっていますので、工事計画に基づき届出の必要性を確認ください。 これらの届け出規定は、排出事業者が自ら保管する場合ですし、もちろん、発生場所から直接中間処理施設などに搬出する場合は必要ありません。7ページ以降、三重県に寄せられた通報内容に基づき、元受け業者としての観点、収集運搬業者としての観点から、皆様に注意していただきたい点を述べました。 冒頭で県内の不法機は建設系廃棄物が大半であることを説明しましまた。こうした状況もあって当県では建設系廃棄物対策に重点的に取り組んでおり次のページ以降で解体工事現場への立ち入り検査結果に基づいて元請け業者および収集運搬業者としての注意点を述べていきます。 東海では建設系廃棄物対策の一環として、令和2年度より解体工事現場への集中的な立ち入り検査を行っています。表1は、令和2年度から令和4年度の3カ年の立ち入り検査結果を確認された違反事項ごとに整理したものです。立ち入り検査数は、 令和2年度が148件、令和3年度が90件、令和4年度が74件です。この数字は、立ち入り検査時に解体工事途中であった件数です。順に違反事項について説明していきます。違反事項 ① 1や ② 2は、元請け業者の 委託基準違反に分類される件数となります。排出事業者である元受け業者が、許可を持っていない者に運搬を委託するなど、不適切な方法で廃棄物処理を委託していた事例です。違反事項 ③ は、元受け業者が廃棄物管理票、いわゆるマニフェストを交付していなかったものです。 マニフェストは、排出事業者が交付する必要があるのですが、廃棄物の引き渡し時に交付していなかった事例です。この数字の中には、下請け負い人がマニフェストを交付していた事例も含みます。違反事項 ④ は、運搬車両に必要な掲示などがなかった処理基準違反です。 先ほども述べましたが、現場の外に廃棄物を運び出す行為は、廃棄物の運搬ですので、運搬する際の処理基準を持っていただく必要があります。運搬の基準は、もちろん、収集運搬業者にも適用されるものですが、車両の掲示などの基準は、元受け業者が自ら運搬する場合にも適用されます。この数字は、 元受け業者と収集運搬業者の違反を合算したものです例年多くの違反事例が確認されていますとびまして違反事項7は一般廃棄物である残地物を一般廃棄物収集運搬業等の許可を有していない者が運搬していた事例です一般家屋を解体する場合 廃家電などの残地物は、発注者、接種が、排出者となる一般廃棄物ですので、産業廃棄物、収集運搬業の許可を有していても運搬することはできません。違反事項8と9は、廃棄物処理法以外の法律に関するものですが、当課職員が現場を見る限り必要な掲示がなかったものです。 これまでに説明した丸5、丸6以外は主に元受け業者排出事業者としての違反事例となります。違反事項丸5と丸6は廃棄物の運搬を受託する立場での違反です。下請負人として解体工事に参加する場合元受け業者の廃棄物を運搬する際には注意してください。 この立ち入り検査結果を踏まえて繰り返しになりますが元受け業者及び収集運搬業者としての観点から重要な点を2点まとめましたので12ページ13ページで説明していきます1点目として元受け業者としての処理責任についてです先ほど違反事例を示しましたが 元受け業者にかかるものが多い実態があります。建設工事は下請け負い人によって行われることもありますが、廃棄物処理法では、建設工事に伴い生じる廃棄物の処理責任は、数字の請負いによって行われる場合であっても、元受け業者に処理責任があると規定しています。実際に解体工事を行ったのが、 下請負人であった場合でも、生じる廃棄物の処理責任は元請業者にあります。大原則ですが、やはりこの点がおろそかになると、先ほどの違反につながりますし、不法投棄の要因になるものです。一番下に記載した通り、当課の立ち入り検査の結果、解体工事が 数字の受け負いで行われていた件数は相当数に上っています。令和3年度の当セミナーでは、建設業法と建設リサイクル法で求められることとして、当県の建設部局から建設業法第22条一括した受け負いの禁止規定についての説明をしています。なお、今までのセミナーの資料は、 当課のホームページに掲載していますので、ご参考としてください。2点目です。解体工事現場から運搬する際の留意点です。現場から廃棄物を動かすことは、廃棄物の運搬にあたります。今までの説明と重複する部分ですが、大切なことですので改めて説明します。 1>, 1つ目2つ目では元届け業者が自ら中間処理施設などに運搬する場合であっても処理基準が適用されることを述べています3つ目は他人の廃棄物を運搬するわけですから運搬する方は収集運搬業の許可が必要であることを述べています4つ目5つ目は発生場所の外で 廃棄物を保管すす。る場合の留意点です11ページ以降で解体工事現場への立ち入り検査結果に基づいて注意点を説明しました排出事業者責任と運搬時の注意点については工事の都度確認をお願いしますこのページは解体工事に関係する主な法令を 工程ごとに記載したものです。このセミナーでは令和2年度よりこれらの法令に関する説明をしてきました。本年度の建設リサイクル法とフロン排出抑制法で一通りの説明が終わります。過去の資料については当課のホームページに掲載していますので参考にしてください。 改めて本セミナーの目的を記載したものです。不法投棄を根絶するためには、廃棄物処理法だけではなく、解体工事に関係する法令が遵守される状況の中、解体工事が実施されることが重要との考えのもと、開催しているものです。説明資料の最後になります。 三重県では、皆様からの通報制度として、通報専用ダイヤルなどを設けています。令和4年10月からは、スマートフォンを活用した通報システムの運用を新たに始めました。このスマホシステムを使えば、例えば、不法投棄されている現場から、位置情報や写真を添付した上で、 通報することとが可能となっていますこうした正確な情報があれば職員による初動対応が容易になり不法投棄等の早期発見早期是正につながることを期待していますぜひこのシステムを活用していただき不法投棄等の情報提供をお願いいたします 17ページ、18ページには、関係法令を担当する部署の案内を記載しております。本セミナーに関すること、過去の資料などは、17ページ一番上、廃棄物監視指導課のところに掲載しております。この資料とは別に、排出事業者責任の観点で整理した資料、 三重県参廃条例に基づく解体工事実施時の説明等の義務付け規定に関しての資料を合わせてホームページに掲載しておりますので、ご参考としてください。これで本資料の説明を終わります。